私は伝説の琉球を二日酔いで潰した男だ。いくら一本500円のウコンの力を飲もうと、いくら胃薬で胃の射撃をしたところで、500日間7本を一晩で飲むというウコンの参りは無力なのである。遅い車で焼け、受け皿も入れるのが危険な状態になった胃袋、追い上げの発揮、何もかもが私の敵になった瞬間だった。なあ、今俺の背後から不穏な音が聞こえてきてるんだが。ブル、知らん？俺は何も知らん。そんなバカ野郎は放っておけ。いや、俺も本当は無視したいんだが無視できない状況になりつつあるというかだな。大丈夫。デク。安心してくれ。みんなに迷惑はかけん。もし出ちゃっても胃の中に戻せば出たことにならないから。戻すまでの間に間違いなく俺に被害が出るんだよな。その時は背中に虹がかかる道元でなんとかごまかしとくから。見た目がどうとかの話じゃないんだよ。まい。頼むからこのエチケット袋に顔面突っ込んで黙るか、さっきから外に頭出しておいてくれ。誠のりこだ、この戦車は先週も登場してたやつだろ。再登場ってことはいよいよこいつが主役なんだろ。ガッチャと解説しないと。ふ、はぁ、ふ、おう、任せろ。SDA さん、前回登場した61式戦車が開発される過程で作られた試作車両の一つです。61式戦車の開発経緯については先週やったので省くとして、今回主題となるのは1955年以降61戦車開発が本格的にスタートした時期。1955年5月、国産初の MDT となるべく開発が進められている中特車の要求仕様案が取りまとめられます。要求される仕様に基づき、その年の12月には一次試作車両2両の製作がメーカーに内示されました。担当はそれぞれ車体と砲塔を三菱重工、主砲は日本製鋼所という日本の兵器開発における重鎮ばかり。しかし旧日本軍の戦車開発に貢献したこれらのメーカーでも初めての主力戦車開発は難航。ようやく試作1両目が完了したのが翌年56年の12月、さらに翌年の57年2月に試作2両目が完成し、陸上自衛隊において試験に供される運びとなりました。この時に開発された2両はそれぞれ STA-1、STA-2 の名称が与えられました。順番が前後しますが、まずは STA-2 から。 STA-2 は当初求められていた要求仕様に準拠したデザインで見てわかる通り、ザ普通な見た目をしているのが特徴。どことなく61式っぽい雰囲気もすでにこの時から漂わせていますね。ただしこの時の試作車両で使用された砲塔は61式よりも一回り小柄なのがわかると思います。全長とかはそんなに違わないんですが、ぎゅっと凄まった見た目なのが特徴ですね。さて、続いては STA-1。こちらは非常に独特なデザインなのが特徴。車高を限界まで下げており STA-2 と比べるとかなりぺったんこなのがわかると思います。しかし車体ぺったんこの代償はなかなか大きく、まずパッと見てわかるように車体が STA-2 よりも随分長くなり、天輪が7個に増えてます。さらに砲塔器具が車体後部のエンジンルームよりも低いので、画像のように飛行を後ろに向けると水平射撃ができないどころか上に向いちゃうというはちゃめちゃっぷり。要求にとらわれない意欲作となった STA-1 ですが、車体が長すぎてSTA-2 よりも旋回性能が著しく低いことが露呈。無理してまで車高を低くするメリットがそこまでないことが分かり、開発は STA-2 をベースに進められることが決定されました。第一次試作の試験は57年4月まで続けられ、試験から得られたデータをもとに58年12月に第二次試作車両の製作がメーカーへ内示されます。第二次試作車両の開発にもやはり1年の歳月がかかり、59年11月に STA-4 が完成、60年1月に STA-3 が完成しました。第二次試作車両として作られた2両は車体から砲塔までデザインが一新され、ようやく私たちが知ってる見た目に近づきます。写真見てわかるように二次試作の2両は見た目的にはほぼ同じ車両、そして量産型61式のデザインがこの時点でほぼまとまってるのもわかると思います。この2両の見た目の違いは社長のキューポラ。 STA-3 の社長キューポラはいわゆる昔ながらのデザインで背が低く、対空機銃が外装されているタイプ、ステレオ式突挙機が内装されているので通常のよりは大きめですが、 STA-4 の社長キューポラはいわゆる銃刀タイプのもの。機銃とキューポラが一体となり、砲塔から身を乗り出さずに周囲の殺敵と攻撃が行える銃刀は、当時アメリカが採用していた最新鋭戦車 M48 にも使用されたものを参考にしたもの。この2両の試験結果は良好で、最終的に細かな仕様変更を行いながら61式へと昇華されていったそうな。いよいよ名前が出てきた本日主役の STA-3、3つの試作車両の特徴はキューポラの違いだとお伝えしましたが、実のところ STA-3 にはもう一つ大きな特徴がありました。外見からはわからないその大きな特徴は砲塔のバスルに装備されていました。それは自動装填装置。元い装填補助装置。見てわかる通り後の90式や10式に装備されている自動装填装置の元祖と呼べる装置で、ベルト式弾倉にある砲弾を飛行砲撃近にまで押し出し、装填手の負担軽減を図るというもの。完全な装填装置ではなく、あくまで補助装置なので STA-3 には従来通り装填手がいます。砲塔内の飛行砲弾の配置的にもこれは間違いないでしょう。また、砲塔後部のデザインについてなんですが、自動装填装置の構造を見ればわかるように左右2つのギアでベルトを回す機構になってます。そのため STA-3 の砲塔後部にはこのギア部分が収まる3つのおできがあります。STA-4 の後ろ
の姿を知らないので正直予想ですが、多分 SDA4 の高等工具にはこのお出来がないはずです。もしあったらごめんなさい。さて、以上が今回主役の SDA3 の紹介でした。次はいよいよゲーム内の性能紹介ですね。 SDA3 は見た目がそっくりなのからもわかるように量産型の61シフト性能が非常に似てます。装甲に至っては量産型と全く同じ、装備しているエンジンも量産型と同じ、変速機も見る限りは量産型と同じように見えます。あ、でもなんとなく量産型と比べると STA3 の方がなんとなく足遅い気がするんですよね。検証しようと思ってテストドライブで録画したら大して変わりなかったから眉唾だと思ってくれればですが、唯一61シフト異なるのはやはりその攻撃力。使用砲弾は61シフト共通でもちろんあの 320mm 貫通 HEATFS を使います。それを6秒リロードでぶっ放すヤバさをぜひ皆さんにも想像してほしい。ただしそのぶっ飛び火力が続くのはマガジンに装填されてる11発まで。マガジンの弾薬が尽きるとマガジンに弾が装填されるまで一切発砲ができなくなります。その待機時間たるや20秒以上。さっきの車両解説でこれは装填補助装置と言いましたが、ゲーム的には完全な自動装填装置です。残念ながら砲塔内にいる装填手は装填装置に弾を詰める以外全く働いてくれないです。あしからずこの辺の自動装填装置としては比較的弾数多めですけど、残弾管理にはご注意を。さらにさらに照準装置は STA2 までの16倍を引き継いでおり、61式で装備するステレオ測距器をこの車両から装備。 1800m まではかなり正確な射撃が可能です。遠距離から高倍率スコープでポンポンぶち込まれてくる HEATFS、この攻撃力は凄まじい。さて、性能解説は以上。先週は全くの未回収で魅力が伝わりませんでしたが、今度こそこの子の本気を見せてやろう。ゲップ。ケツから伝わる振動が。く、社長席って微妙に位置が高いから揺れも倍増して。う、生まれる。おいてめえ、喋ってないでチケット袋かぶってろ。く。オーケー、ちょっと落ち着いてきた。さて、やっていこうか。マップはモズ独一拠点。珍しいマップですね。このマップは A 拠点がかなり開けてて下手に突っ込むとボコボコに撃たれるので有名ですな。さすがに敵の攻撃を受け切れるだけの装甲はないので少し外れのあたりから敵の横っ腹をぶっ叩きましょう。とりあえずこのマップのお気に入り墓地に行きますか。さてこの辺でいいかな。敵が A に迫ってきてるみたいだな。撃てるやつはいるかな。と、そこにいるはシャーマン君。即距離で距離を測って。線ってとこか。それならこの線かな。吹っ飛べー。む、浅いか。だが弾はすぐに入る。木の陰に入りそうなので少しずれて。今度こそ。そこだー。おっく、なんかすげえところ当たったな。しかし今度こそ仕留める。車体ど真ん中狙って。命中、シャーマン撃破。シャーマン相手に3発も使っちゃったよ。どうせなら鉄鋼弾込めればよかったかね。む、誰かがこっちを見ている。あれは M41 か。こっちに気づいてそうな感じだったし、多分スポットされてるよな。ち、逃げられたか。スポットされてるなら深追いは無用。む、3時方向からも敵の砲弾。やはりバレてるな。ここは無理せずに一旦飛行。さて、そろそろスポットも切れたかな。さっきこっちに撃ってきたやつに反撃してやりたいところだが、おっと、何かいるじゃん。あのシルエットは M18。距離はさっきと同じく線ってところか。で、横の山に登ろうとしてたみたいだな。あいつは逃がすと厄介。ここで始末する。そこだ。命中、M18 撃破。やはり装甲の薄い相手には ATATFS が効果抜群だね。む、あのでかい分隊は。ち、逃がしたか。多分 T28 だな。できることならここで仕留めておきたかったが。まあ無理に撃ちに行くような相手でもない。一旦あいつは忘れて他の敵だ。と、ちょい待ち。後ろにいた味方いつの間にかいなくなってね。やべえな。どのタイミングだ。いずれにせよ回り込んできてる敵がいるってこった。なんとなくだけどさっきこっち見てた M41 じゃねえかなって。ただここの坂って見た目以上に急斜面で下の方あんまり見えないんよな。だが可能性があるのであれば警戒しないわけにはいかない。少しだけ身を乗り出して。ここで一旦エンジン停止だ。いや、近くに敵のエンジン音は聞こえないな。ただあいつのエンジン音ってすげえ聞こえにくいからな。怖や怖や。うお、ちょい待ち、なんかすげえ敵いるじゃん。しかも M41、さっきのやつか。大胆に突っ込んできやがったな。だがそうはさせん。吹っ飛ぶな。M41 撃破。次、その先だ、まだいるぞ。なんの、こいつの連射速度をもってすれば。おっと、まだお前だ。そうだ、スーパーパーシング撃破。弾薬庫にうまいこと当たったな。まだ来るのか。この両線の裏にいるぞ。いや、敵の M18 みたいだ。味方のプファイルが潰してくれたぞ。む、そこにいるのは。いや、そ、やっぱりそっち側にもいたか。射撃位置まではわからんが、うかつに斜面登りすぎたな。まあやられちまったもんは仕方ない。さっきの場所まで戻って控えたぞ。さっきはこの辺で撃たれたから近くにいると思うんだが、
それらしい影は。うわ、そこかよ、すげえびっくりしたぞ。撃てるか？いや、さすがにこの角度では撃てないな。とりあえず攻撃支援で炙り出すか。この至近距離だし当たりそうなもんだが、しかし敵もこっちのことスポットしてるよな。あまり長時間睨み合ってると他の敵も寄ってくるだろうし、どうにかせんと。お互い動くに動けずといった感じだな。うわ、今のって敵の砲弾か。ああ、いよいよ他の敵が来ちまったか。こりゃやばいぞ、待っててもギリヒン。どうせ挟み込んでやられるのがオチだ。他の味方も援護できそうなポジションにはいない。さてこの状況、いかにして打破すべきか。知れたこと、聞いてダメならば攻めるしかあるまい。一か八か敵の背後に回り込む。おそらく敵にこの動きはバレてる。ならばお互いとったうちの一発が勝負の分かれ目。奴も斜面にいるなら旋回は無言わず、可能な限り高低差を生かして一気に下から回り込む。死ねた、奴の反応が遅れてる。この一瞬、吹っ飛べ。よし、奴も方針を潰したぞ。もう一人が回り込んでくるわけだ。その前に仕留めろ。合点勝負。この4人を打ち切った。気を抜くな、迎撃態勢。もう一人が来るぞ。どこだ、どこから来る。こいつの音が邪魔だ。エンジン停止。む、このエンジン音は。うわ、そこから来た。と、間に合うか。エンジン、敵のエンジン停止。あいつは外した。ならばこの攻撃、生かさせてもらおう。バットクリロードの威力を、思い切れ。おらー、M41 撃破、黙りやがれ、2対1が何後の問題。まさか無傷であの状況を切り抜けられるとは。最後の一発は間違いなくこの車両だからこそ成し得た戦果だな。さて、とりあえずこっち側はなんとかなった。早く味方の援護に戻ろう。おっと、目の前の T34 撃たれてるな。どこからだ。いたいた、あれだな。ちょうど木の陰に入っちまったが、いけるか。場所は分かってる。炎の天地雷だろ多分。ほっほ、命中。しかもかなりいい当たり。エンジン、攻守、旋回装置を潰したな。ならあとは反対側を狙って。む、微妙に弾道がぶれたな。ならば火持ち左に修正して。そこだー。うち、命中、スーパーパーシング撃破。スパパの正面を軽々ぶち抜く火力とポンココ修正が打てるこのリロード速度よ。やはり最強か。火力イズジャスティス。昔偉い人が言った通りだな。火力とはすなわち打ち込む筋肉であり、筋肉は全てを解決する。これが世の真理だな。さて他の敵はっと。む、あれは。お、ザ、普通のシャーマンくんじゃないか。特許間に合うかな。いや、間に合わん。とりあえず適当に。ほっほ、弾薬庫命中、シャーマン撃破。とりあえず打って正解だったみたいだな。さて、味方も結構抑えてくれてるみたいだがまだ。おう。誰だお前は。地獄からの使者、スパイダーマン。地図上、またしても M41 に。もう戻ってきて人知れず俺のバックを取るなんて、なんて激しいバックの取り合い。これは久しぶりに強敵と出会えたな。今行くぞ、その場所を動くなよ。この勝負、そろそろ決着をつけねばなるまい。見つけた。散々手こずらせてくれたな。だがそれもここまでよ。狙って狙って、距離は3です。あいつを一発でやるには装填手も巻き込まなきゃいけないから。そこだ。ちょっと遅すぎた。装填が遅い。時間早く。もう一発撃てるか。見つけた。逃がすか。うち、動きを止めた。あとは撃ち込むだけだな。車体側面を狙って狙って。吹っ飛べ。うち、M41 撃破。これで決着だな。さすがにこれ以上は出てこれまい。しかしこうしても見比べると自動装填のあるなしはかなりでかいな。通常の61式も別に装填が遅いわけじゃないんだが、6秒リロードを味わった後だとかなり遅く感じてしまう。まあ装填が1秒も2秒も変わればここで車両みたいなもんだかな。む、そんなことより影響点が敵に踏まれてる。さっきの M41 に結構数減らされちまったからな。その隙をついてきたか。おっと、あれはスパパ。一発で仕留めるためには弾薬庫を狙うしかあるまい。狙って狙って。そこだ。そうだ、弾薬庫命中、スパパ撃破。さえ、俺様うますぎかよ。はいっと、てなわけで10キル2ですで。かーしましたー。SDA さんの火力大爆発な試合でしたね。やはりこういう爆速リロードな車両はハマるときはすごいスコアが出ます。SDA さんを使ってみた感想としてはカタログスペック通りの強車両といった感じですね。走行はあまりないし、足もびっくりするほど速いわけではないので毎試合大活躍というわけにはいきませんが、それでも今回のように一方的に打てるシーンが重なるとかなりスコアを稼ぎやすいです。なかなか判断が難しい子ですが、量産型の61式が 6.77 を考えるとこの子は 7.0 に上がる可能性結構高いと思います。特に今は DR 変更で IS3 とかその辺の走行自慢が結構増えてますからね。
こうした HEATFS をボンボコーテル車両の需要も上がってることでしょう。日本 6.7 に実装された見た目通りの強車両、ぜひ今のうちに楽しんでおくことをお勧めします。それでは今回はここまで、また次回お会いしましょう。ダバ。